なんだ、お前たちもカズハを探しに来たのか。ど、今回俺たちが小舟でここに来たのは物資を補給するためだったんだが、港に入った途端、稲妻人が大勢押し寄せてきてな、カズハのことを聞いてきたんだよ。以前の名槌の浜の戦いでは姉さんもあんなに活躍したってのに、これほど人気にはなってなかった。戦隊の中でのカズハはこれといって存在感があるわけじゃない。たまに姉さんの言うことを聞かないことだってある。姉さんは気にしちゃいないがな。あれ、カズハが何をやったのか知らないのか。少しは聞いてるぜ。例えば雷電将軍の無双の人たちを受け止めたとかな。それってすごいのか。それならわかりやすいぜ。だったらあんなに人気なのもうなずける。あいつはさっき天領奉行の人に呼ばれて行っちまったよ。何か重要なことで相談があるらしい。最初はあいつを捕まえに来たんじゃないかとも思ったが、すごく友好的な態度でな、なんだかとても尊敬されているような感じだった。少し前だったらまず考えられないな。ありがとな。じゃあオイラたち天領奉行府に行ってみるぜ。お、こっちは引き続き話を聞きに来る人の対応でもしてるよ。おや、お主であったか。やあ君たちか。ちょうど先ほどメガリレーの廃止について話していたんだ。せっかくだから君も一緒に聞いていってほしい。今回楓原殿に来ていただいたのは幕府側の友好を示すのが主な目的でね。これだけ情勢が明るくなったのも君たちのおかげだ。僕もこれを機に一族が犯した過ちを正すことができる。本当に感謝しているよ。過去に積み重ねてきた矛盾や対立を正すために将軍様も様々な方面から解決を図っている。三奉行の間ではこれを機に楓原家の名誉回復につなげようという提案が出たんだ。楓原家に関することは君も少しは知っているだろう。簡単に説明すると、過去の稲妻には将軍様の刀鍛冶技術を受け継ぎその名を轟かせた御用刀工が複数いたんだ。楓原家はその中の一つだった。しかしある時、一部の刀工が裏切ってスネージナヤへと逃亡した。楓原家と上里家は管理不行き届きの罪に問われ激しい動乱に見舞われたのさ。でも後にこの事件の背後にはファデュイという黒幕がいたことが判明した。故に全ての責任を楓原と上里の両家に負わせるのは不適切であり不公平とされてね。そして楓原殿はまたも大きな功績を挙げた。そのためその褒章だけでなく過去の行き過ぎた処置への保証もすべきだと将軍様は考えたんだ。でも刀工一族がまたファデュイから迫害を受けてしまう可能性もある。そのためこの件の調査結果は公表していない。それに関してはどうかご理解いただけると助かる。いや、こちらこそ将軍様と幕府からのご好意を受け取ることができるとは実に喜ばしいでござるよ。しかしただでそのご好意を受けるわけにはいかないのであろう。それは考えすぎだ。これは保証なんだから。名誉が元通りになれば楓原家は刀鍛冶業を再開することができる。君も放浪を続ける必要がなくなるだろう。将軍様の庇護と幕府の指示のもと稲妻城で安定かつ豊かな生活を送れるようになるんだ。
拙者は長きにわたって風雨の中を歩んできたゆえ、大きな屋敷に住むのは性分に合わぬ。しかし拙者の先祖たちは楓原の名と彼らが受け継いだ刀鍛冶技術を誇りに思っていた。確かに拙者にもその先祖たちの名誉を正す責任がある。その感じだとまだ少し躊躇しているようだね。ただこれに同意してくれれば、近頃街で流れている君の噂と抽象も消えると思う。噂と抽象？ここに来る途中ずっといい話ばっかで、みんなすごく褒めてたぞ。一部の人にとって無双の人たちは無敵の存在なんだ。彼らは楓原殿があの人たちを受け止めたことを認めたくないのさ。あの時楓原殿が風以外にも雷元素の力を使っているのを目撃した人がいた。そのせいで楓原和葉は邪眼を使ったという噂まで広まっている。え、でも邪眼を使ったやつはすごい速さで老化するはずだろ。和葉はそんな風になってないぞ。ああ、でも彼らにとって一人が同時に2種類の元素力を使うことの方が理解できない出来事なのさ。このような噂は他にも多々ある。こうして世論の中心に置かれ、他の者に追蓄され再起を抱かれるのは苦手でござる。だがもし幕府が拙者を支持してくれるのなら、この波風もすぐに止むやもしれぬ。だから前向きに考えてほしい。互いにとっていいことだろう。うむ、少し考えさせてほしい。この件に関する話し合いはひとまず置いておこう。それで二人はどうしてここへ来たのでござるか。なあ、大事なことを忘れるところだった。そのような危険人物が拙者を探していると、いや、いないでござる。正直拙者も戸惑っている。拙者の武器は家の者から教わったもので、元は刀試しに使われていたものであった。試し切りの際、乱れなき太刀筋を描き、それぞれの刀の品質を公平に検証するために修練を重ねてきたのでござる。それがやがて一族の指導術となり、相応する技が生まれた。これは実用的な戦場武器とは至極異なるもの。偶然とは到底思えぬ。だったら気をつけた方がいいと思うぞ。なんか変なやつだったし。ふむ、かように攻撃的なものが他者に手を出せばよからぬ結果を招きやすい。だったらすぐに人を手配して調査しよう。よろしく頼む。拙者もこの件には興味がある。それに先ほどのお主の提案を考える時間も必要でござる。拙者はまず彼らと襲撃者の件を調査し、その後お主に明確な答えを出そう。わかった。くれぐれも安全には気をつけてくれ。では参ろう。その襲撃者を探すでござるよ。城内の情報なら探偵所が何か知ってるはずだよな。リュウジに聞いてみようぜ。リュウジ、オイラたち聞きたいことがあるんだ。最近この辺りでこいつを探してるやつはいないか。楓原和葉って言うんだけど。おお、この方が楓原さんなのですね。ご高名は金々受けたまわっております。お会いできて光栄です。そうかしこまらずともよい。拙者たちは今とある襲撃事件を調査しているゆえ、お主の手を借りたいのでござる。と言いますと、あなたに関する襲撃事件ということでしょうか。そうですね、これといって覚えのあるものはありませんが、
楓原さんは今や稲妻で飛ぶ鳥を落とす勢いのあるお方。普段からあなたをお探しの方も確かに多くいらっしゃいます。正直ここ最近我々探偵所にも楓原さんの個人情報を調査してほしいという依頼が数多く届いているんです。中には何百万もらという金額を出そうとする者もいます。これが普通の依頼でしたらサンゴ所長もすぐ引き受けていたかもしれませんが。何百万？いや、だとしても良くないものは良くないぞ。拙者のことを考えてくれたのでござるな。誠にかたじけない。当然のことです。正当な理由もなく他人の生活を暴くだけの依頼でモラを稼ぐわけにはいきません。すみません、話が逸れてしまいましたね。私が言いたかったのは、たとえ見知らぬ方が楓原さんを探していたとしても私からするとそう意外ではないということです。ですが襲撃事件が絡んでくるとなると思い当たるものは何もありませんね。では拙者とは関係なしに、近頃奇妙な襲撃や傷害事件はなかったでござるか？実を言うと天領奉行の方にもこれといった手がかりがないのでござる。お主には何か違った情報源はないであろうか？確かに巷で起きていること全てが役人の耳に届くわけではありません。ですが言い換えればそのほとんどがどれも些細なことなのです。もしも本当にそのような襲撃をしている者がいれば、それは傷害事件として必ず天領奉行が介入しているでしょう。確かにその通りだな。じゃあどうするんだよ。もう手がかりはなしってことか？しかしお主らを襲撃した者が他の事件を引き起こしていないのは少々妙でござる。無論それが初めての犯行であった可能性もあるが、もしも対象がお主ほどの実力を持たぬものであれば、きっとよからぬ結末になっていたであろう。お主の実力は知っている。謙遜する必要はないでござるよ。というよりお主だからこそ無事でいられたと言った方が正しい。もし拙者のせいで誰かが重傷を負い、さらには予期せぬ事態となっていたら、拙者は自責の念に苛まれていたでござろう。それに被害者にとってはただの不慮の災難でござる。心配するな、オイラたちがそいつを見つけてやるから。さすがは楓原さん、噂通りのお方です。そのようなお考えを常々お持ちだからこそ将軍様に対しても迷わず刀を構えられたのでしょう。過分なお言葉でござるよ。あの時はどちらかというと衝動に駆られてのことであった。ご謙遜を。ご安心ください、あなたの心配していることは完全に理解しております。できる限りあなた方のために手がかりを集めましょう。あ、そうだ、最近起きた変なことといえば確かに一件だけあります。襲撃と関係があるかは分かりませんが、念のためやはりお伝えしておきましょう。うむ、こういう時は手がかりが多ければ多いほどいいでござる。近頃城内で二人の方がほぼ同時に失踪しています。そのうちの一人が長戸というもので、かなり有名な収蔵家です。そしてもう一人が天沼優也、天沼家の武士です。天沼、なんか聞き覚えのある名前だな。ええ、彼は天沼鍛冶屋の店主天沼東吾の甥にあたります。二人の大人が同時に失踪、そこにはきっと何らかのつながりがあると思います。しかし具体的な状況は私にも分かりません。この件を思い出したのは、天沼優也も武芸に秀でていて刀剣を扱うのに長けていたからです。もしかするとあなた方の探している方かもしれません。ふむ、承知した。しかし可能性は低いであろう。何せ拙者はそのものを知らぬし、そのものが拙者を襲う理由も思い当たらぬ。そうだな、もしかしたら調べてる途中でもっと手がかりが見つかるかもしれない。うむ、かたじけない龍二殿、拙者たちはまず
雨の間鍛冶屋へ行ってみるでござるよ。はい、うまくいくことを祈っております。私もすぐ行動に移ります。はい、わかりました。全身全体を尽くす忍耐と。楓原和葉じゃないか。どうしたんじゃ。え、知り合いだったのか。うむ、楓原と雨の間は両家ともかつて雷電五家伝を代表する一族だったのでござる。それゆえ先祖の代から密接な関係にあった。稲妻に戻ってきた後、雨の間東吾殿を訪ねたことがあるのでござるよ。うむ、雷電五家伝のことはお主も姿の彩り祭の時に聞いているでござるな。元は同じ刀の鍛造技術じゃったが、長い年月をかけて独自の鍛造理念を確立し、それぞれの流派が生まれた。例えば雨の間流の極意は、水滴が石をうがつ忍耐と全身全霊を尽くす意志にこそある。派手な秘技などはなく、体が記憶するまでただただ毎日鍛造を繰り返す。そうすることで動作と技が生活の一部となるのじゃ。そして楓原家の流派は確か一心伝であったな。いかにも。一心伝は刀の鍛造を行う瞬間から心と剣を一体とすることを追求している。そのようにして鍛えられた刀こそが鍛造者の心境と理念を記録し伝達することができるのでござる。そしてそれが使い手の意志の延長ともなる。ああ、普通の刀は人が選ぶものだが、一心伝は刀が人を選ぶ。お前は間違いなく最も適した使い手じゃろう。楓原家が大きな痛手を受けてもなお、その美と徳が断ち切られていないのは実に強硬なことじゃ。そんなことはござらぬ。拙者の行動は一族のためではなく、ただの個人的な感情による指示に過ぎない。ふむ、そろそろ話を戻そう。こたびお主に会いに来たのは、お主の失踪した親戚について聞くためでござる。拙者たちが今追っている事件と何らかの関係があるやもしれぬゆえ、その件の調査に協力したいと思っている。ああ、そのことか。ああ、もう天領奉行にも報告したんじゃが、未だ何の情報も得られていない。あいつは失踪する前何も言っていなかった。それがあいつらしくなくてな、わしは今も戸惑っておる。だがこうなってしまった以上、せいても仕方ない。調査の結果を待つことしかできぬ状況じゃよ。聞いた話によると、その人の失踪って一人の収蔵家と関係があるんだよな。ああ、あいつが失踪した日の朝、不思議なことを言っておった。わしにいいものをやると。その後あいつは長門のところへと何かを取りに行った。だがしばらくしてわしの耳に届いたのは、倉庫に火がついていることと二人が失踪したことじゃった。ああ、おかしいと思うじゃろ。どうして急に火がついたのか。じゃが手がかりはほとんどなく、何が起きたのか知る者もおらん。ふむ、彼はどのようなものをお主に送ろうとしていたか心当たりは。多分大層な武具じゃろう。あんな風にあいつがわしに言うとしたら、そういった類のものしかないからの。あいつは小さい頃から刀鍛冶に興味がなく、代わりに試し切りをとても好んでおった。どんな些細な違いにも気づくほどでな。
刀を振り武芸を習得することにおいて間違いなく卓越した才を持っておったよ。実は少々不快に思われるやもしれぬが、拙者たちが探しているのはここにいる拙者の友人を襲撃したものなのでござるが、今ある手がかりからすると雨沼優也殿がその特徴を全て満たしている。何？いや、ありえん。優也は決してそんなことをするやつではない。あいつは謙虚で心優しいんじゃ。武芸を習ったのも心身を落ち着かせるためで、他人と争ったことなど一度もなかった。ふむ、そうでござったか。ああ、これだけは胸を張って言える。あいつはしっかりと物事を考えてから行動するやつじゃとな。つまるところ、何も言わずに失踪するなぞ、あいつらしくないということじゃ。ただ、もしかすると何か脅迫を受けているのか、または人に言いにくいことがあるのかもしれん。とにかく、もしあいつを見つけたら、すぐにわしに教えてくれ。ご安心を。尽力いたすでござるよ。どうやら雨の間優也はオイラたちを襲ったやつじゃなさそうだな。うむ、話を聞いたところ二人が会った時に何か起きたのであろう。これから長門殿の家を訪ねてみるとしよう。しまい、今どうにか探そうとしているところでして。誤解でござる。拙者たちは調査のために参った次第、長門殿の失踪状況について話を聞きたいのでござる。そうだったのですか。てっきりまた借金取りの方がいらしたのかと。お恥ずかしいところをお見せしてしまい申し訳ございません。現在何か夫に関する情報は？どこ行ったのかご存知でしょうか。すまぬが消息はつかめておらぬ。故に拙者たちには多くの手がかりが必要なのでござる。ぶしつけなことを伺うが、家の状況について聞いてもよいだろうか。普通の収蔵家ならお金には困ってないはずだよな。ええ、話すと長くなってしまうのですが、夫は私と知り合った頃からすでに様々なものを収集しておりました。いつも嬉しそうに収蔵品を私に見せてくれたのを覚えています。私にはわからないものばかりでしたが、顔をほころばせながら楽しそうにしているのを見て、きっと本当に好きなんだろうなと思いました。籍を入れたばかりの頃は全て順調にいっていたのですが、しばらくして事態は変わりました。何があったんだ。夫はだんだんと制御が効かなくなり、収蔵品をどんどん買い漁っては借金をするようになりました。特に刀に夢中になってからは出費がとどまることを知らず、ひどい時には借金取りの方が家にまで来ました。なのに夫はというと、そんな時ですら場外にある倉庫で収蔵品を鑑賞していたのです。売ることもせず、人にも触らせず、ただ座って見るだけ。夫の趣味を理解した上で認めていましたが、生活に影響が出ては元も子もありません。何度も夫に言ったのですが、聞く耳を持ってくれなくて。ですのであの日、ひどいことを言ってしまったのです。収蔵品を売って借金を返さなければ、離婚して子供を連れてこの家を出ていくと。うわ。それで
言い争いになったのでござるか。いえ、夫は普段から口数が少なく、自分の意見もあまり言わないので、大抵のことは私に合わせてくれるんです。私といたしましても、よほどのことがない限り離婚をちらつかせるようなことは絶対にしません。ただ私がそれを口にした後、夫は突然長いことをほうけてしまったのです。それから売るものを選ぶとだけボソッと言いました。その時の声がとても弱々しく、本当にかわいそうで、私も許してしまいそうになったのですが、私がここで折れたらこの家はダメになってしまうと思いました。私が甘やかさなければ我が家はこんな状況にならなかったでしょう。ただ彼が本当に理解したのか、それともただ怒っていたのか、私には分かりませんでした。その後、家の倉庫が火事になっていることと、夫と買い手の方がいなくなったことを聞いたのです。なるほど。優也殿は長門殿から刀を買おうとしていたが、その過程で倉庫が火事となり、二人は失踪したと。最初は値段について言い合いになったのかと思いましたが、夫は口数の少ない人です。普段買い物をするときだって値切りなんてしたことありません。だから値段のことで言い合いになるとはどうしても考えられず。もしかして家からのプレッシャーを感じたとか。それは分かりません。倉庫が燃えてしまった後、夫も一緒に姿を消してしまったので、もしかしたら収蔵品が燃えてしまったことで家の莫大な借金を返済できないと思い、戻るのが怖くなったのかもしれません。確かに私も怒ってはいます。ですが、私たちの家が直面している問題は解決しなくてはなりません。夫が改心さえしてくれれば、きちんと相談し合うことができると私は思うのです。慌てることはないでござる。もしかすると何か言えない事情があったのやもしれぬ。収蔵品が彼にとって長年の習慣になっていたのであれば、その短い期間で劇的な変化が起こったのは異常なことでござる。しかしもう一方の手がかりによれば、優也殿は穏やかで優しい性格の御人、言い争いになるとも思えぬ。ふむ、ますます状況が錯綜してきたでござるな。錯綜どころか、もうぐちゃぐちゃだぞ。場所を変えて整理してみよう。ご安心くだされ。進展があればすぐに伝えるでござる。はい、本当にありがとうございます。一刻も早く夫が戻ってくることを祈っております。今ある情報では曖昧な推理しかできぬな。二人は取引の際に失踪した。そして長門家の倉庫の火事はその原因とも結果ともなりうる。この件についてお主らはどう思うでござる？そうだな、誰かが安頓にぶつかってそれが倒れて倉庫が燃えたとか。いや、オイラはまだ頭を休ませておきたいから、ここはお前に任せるぜ。うむ、拙者も同意見でござる。今はそう考えるのが最も自然であろう。何しろ今ある情報を見たところ、矛盾点が多すぎる。大方拙者たちがまだ見つけていない何かがあるのでござろう。それにとりわけ重要な情報が、優也殿は謙虚で礼儀正しく、長門殿は無口で気弱という点。どちらも言い争いをするような性格ではない。火事の後に行方をくらます動機を持っているのも、現段階では借金の返済ができぬ長門殿のみ。考えれば考えるほど妙でござるな。一体どういうことなのか。うむ、時期的には合致しているが、他の手がかりから見たところ、二つの事件には全く関連性がないように見える。それに優也殿には襲撃者として最も肝心な特徴が欠けているでござる。
彼が普段使っているのは雨の間流の手刀術であり、一神殿の武器ではない。同じところに行き着くかと思ったのに、そんな虫のいい話はなかったな。ふむ、せっかくここまで介入したのでござる。もう少し調べてみよう。もし解決できれば、雨の間東郷殿も長門殿の夫人も足を運んでみよう。待った。風の中から危険な音が聞こえる。あ、またお前にしか聞こえない音ってやつだな。よくわかんないけど、前に神の目を盗んだ賊を追った時もすごく役に立ったよな。うむ、だが今回は音だけではない。とてつもなく濃い気配がすぐ近くに。でも近くには何もないぞ。すでに遠くへ去ったようでござる。しかしその者が向かった先を拙者は感じ取ることができる。ふむ、これは古くより稲妻に存在するたたり神の残骸か。しかしこの邪水なる力は拙者たちの調査に役立つやもしれぬ。警戒を怠らず、ゆっくりと近づくでござる。地下倉庫だったのか。下の方から聞こえるでござるよ。たたり神の力の源は亡くなってからすでにだいぶ経っている。しかし下にあるよどんだ気配は未だ完全には消えていない。この濃さから見て、たたり神はかつてここに長くいたようであるな。確か長門の奥さんが言ってたけど、長門はいつも一人で倉庫にいたんだよな。おそらくその時の彼はすでにたたり神の力の影響を受けていたのでござろう。拙者が思うに、たたり神の力の影響を受けたからといって全てのものが怪物のように凶暴になるわけではないのでござる。ただ多くの場合、たたり神の果てなき執念に影響を受け、自らも執着心が強くなってしまう。そして心の中で望むものを過剰に求め始める。長門殿にはもともと収蔵の趣味があった。彼が多額の借金を抱えてもなお収蔵品を増やし続けたことは、これで説明がつくでござるな。じゃあこれからどうするんだ。下に行ってみるか。お主らは下がっているでござる。拙者が扉を開けてみよう。この扉を開けなければ真相には近づけぬ。何、心配はいらぬでござる。拙者たちはこれよりも危険な場面を一緒に見届けてきた。これしきどうということはないでござるよ。これは一体下に何があるんだ。埋もれていて何も見えぬ。火事によって倒壊し、地下倉庫全体が埋まってしまったのでござろう。おいら、てっきり見たこともない怪物が出てくるのかと思ってびっくりしたぞ。こうなってはこの力の残滓をたどっていくしかないでござるな。もし二人の一般人がたたり神の力と関わっていたら、おそらく無事では済まぬ。うむ、参ろう。たたり神の力がどこから来たものなのか見極める必要がある。注意深く感じ取ればお主らも風の中にある不気味な気配を察知できるであろう。
この場所から気配が二つに分かれているでござる。大元のたたり神の力は引き続き遠くへと流れているが、一部はここに残っている。ただ徐々に消えていっているようでござるな。可能性は高い。まずはこの近くを探してみるでござるよ。あ、あそこにヒルチャールがいっぱいいるぞ。しかもなんだか変な感じだ。何かに引き寄せられて。調べてみるでござる。安全距離確認。これは。うわ、なんだよこの赤いの。ボロボロの服の上に書かれた手紙のようでござるな。字の乾き具合からしてすでに長い時間が経過している。とにかく読んでみるでござるよ。この手紙によると、ユウヤ殿は長戸殿の刀を奪おうとして争ったとある。ユウヤ殿は倉庫に火を放ち、長戸殿を切って傷を負わせた。そしてここまで追いかけ、体力がほとんど尽きたところで、この手紙を書いたようでござる。でも、ここにはいないみたいだけど。彼は致命傷を負っている上、たたり神の力による影響を深く受けた。さらにはこの強い気配が魔物を引き寄せてもいる。おそらくもう無事ではないであろう。周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ以上探すのは不可能でござる。うむ、今は真相を突き止める必要がある。もしもユウヤ殿が今無差別な凶行に及んでいるのであれば、一刻も早く止めなくてはならない。さもなくばより多くの者が不幸に見舞われてしまうでござる。そうだな、早く行こう。大方彼もたたり神の力に影響を受けたのであろう。武を習う者にとって最も扇動されやすい点はその武芸と力の追求にある。ちぐはぐになっていた手がかりが全てつながったようでござるな。拙者に一つ思うところがある。これは失踪事件の答えになるだけでなく、あの襲撃者の素性も特定できるであろう。もう分かったのか。やっぱりこの二つの事件は関係してたんだな。うむ、だがそれでも不条理な話であるゆえ、やはりそのものに会ってから答えを確かめるしかない。引き続き彼の行方を探そう。ここから先いつ危険が降りかかってもおかしくはない。警戒を保つでござるよ。うむ、どうやら彼は長いことここに滞在しているようでござるな。ここに？ここって何か特別な場所なのか？わからぬ。だがこの感じ、より感覚を研ぎ澄ませてみると、同じ時期に残されたものではないようでござる。隠れておらず出てくるでござる。ようやく現れたか、楓原和葉。やっぱりこの前のやつだ。お前何考えてんだよ。和葉に恨みでもあるのか。もしも天の間優也であれば、拙者とは何の因縁もないであろう。だが
もし拙者たちが前にしている相手の正体が天沼優也ではなく彼の手中にある刀であったとしたら、あの刀確かに不気味な光を放ってる。え、嘘だろ、まさか。たたり神の力はほとんどの場合物体に宿り、知らず知らずのうちに周囲の生命体へと影響を与える。奴は長門殿の倉庫に長くいたことで彼に影響を与えた。そしてあの刀の取引の場を利用してさらなる影響を、いや、優也殿の体を占領したと言った方が正しいであろう。察しがいいな。こうも簡単に事件の真相を見抜くとは。遥か昔、俺は一神殿の名高い匠の手によって生まれ、その者の全ての期待と栄光を一身に背負った。楓原家の末裔であるお前ならわかるはずだ。俺たちにとって最も悔しいことが何であるかを。雷電五花殿と関係があるのでござるな。はあ、奴は雷電将軍の期待に応えられず、最後はスネージナへ向かう船に乗って逃亡した。あいつは名を馳せた投稿で天才だったというのに、奴にできないことなどなかった。奴に必要だったのは時間と信頼だけだ。事実、奴は確かにやり遂げた。斧が命を使い果たし、全ての英知と技を結集して俺を作り上げた。俺に最強の力をもたらしただけでなく、独立した意志さえも与えてな。傲慢なる雷電将軍は比類なき神刀だけでなく、この世で唯一無二の鍛造技術をも失ったのだ。刀に意志があるだけじゃなくて人まで操れるのか。当時の人たちは俺にそのような力があるとは信じず、ただ刃が鋭く精巧に作られたものだと思っていた。それが逆に俺の付け入る隙にもなったわけだがな。俺を鍛造した者が死んだ後、あまたの使い手の体を俺は借りた。そいつらを制御し、遥か遠いスネージナヤから稲妻へと向かうためにな。俺が求めるのはただ一つ、雷電将軍の刀と対峙し、俺の力、一神殿の力を証明することだ。つまり優也殿は一人目ではなかったのでござるか。お主に制御された者はその後どうなった。どうなった、そんなことを気にする奴がいるか。あいつらは俺の道具に過ぎない。疲れて傷を負って使えなくなれば次のに変えればいい。あいつらを利用して稲妻に来られれば他に用はない。ひどすぎるぞ。稲妻に戻り、ずっとあの長門の倉庫で木を見計らってきた。雨の間優也が来るまでな。この旅はついに終点を迎える。雨の間優也の体を使ってお前を見つけ、お前の体で雷電将軍に勝つ。楓原和葉、雷電将軍の無双の人たちを受け止めたお前なら俺の宿主に間違いなくふさわしい。さあ、おとなしく体を渡してもらおうか。呪言チョック、姿を3 6308式ユニット9位。俺に復讐しろ。やっ、邪魔するな。さもないとお前も一緒に切るぞ。もう負けてるのにまだそんな強気でいられるのかよ。負けだと？俺に負けなどない。これはただこの肉体が限界に達しただけだ。お前らがここで俺に勝っても倒れるのはこいつであって俺ではない。こいつは甲斐の利く操り人形に過ぎん。俺はいつでも次のやつに乗り移ることができる。
無駄だ。お前が行動を起こすより先に俺はこの哀れな操り人形を仕留めることができる。それにたとえ俺が器を失ったとしても俺の意志が消えることはない。どんな形であれ、どんな方法であれ、俺は必ず使命を全うするために戻ってくるのだ。お主の使う技、確かに一神殿で間違いない。だがお主の立ち筋からは憎しみとおごり、そして隠しきれぬ狂乱と絶望しか感じられぬ。そんなことまでわかるのか。以前も申したが、一神殿という技は使い手の心境と理念を伝えるものなのでござる。もしも今ユーヤ殿が刀によって操られているというのであれば、あの刀術が見せているものはすなわち刀の内心世界。おそらくその狂乱はお主の一か八かの勝負から来るもの。お主は拙者の出現が自らの頼みの綱だと思っているのではないか。お前がいなければ俺は何もできないとでも言いたいのか。奴は死ぬ前に一神殿の王妃を全て俺に授けた。お前が習得しているのは初歩的なものに過ぎない。そんな俺がお前の助けを欲すると思うのか。それはかつてのことであろう。拙者はずっと疑問に思っていた。お主が使い手を自在に操る妖刀であるなら、なぜ稲妻へ来てから何年も騒ぎを起こしていなかったのか。お主の内心世界を見てそれをようやく理解したでござる。お主は機を見計らっていたのではなく、囚われていたのであろう。長き歳月を経たお主の力は誰かに触れられぬ限り新しい宿主を得られないほど弱っている。あ、そっか、思い出したぞ。確か長門は収蔵品をあまり触らないんだよな。そして今回夫人の悲しみと怒りによって目が覚めた彼は収蔵品の売買を決心した。その時お主は雄也殿が刀に触れる瞬間を見逃さず、それによって脱出できた。だったらなんだ。答えは拙者がまだ触れていない二つ目の点にある。それはお主さえ飲み込んでしまうほどの絶望。お主は何としても鍛造者の願いを叶えたかった。しかしその願いはあまりにも膨大で重く、一歩近づくたびにお主は大きな代償を支払わなければならなかった。とっくに自身の限界には気づいているのであろう。歯を食いしばりながらも前に進めば進むほど全てを失うことを恐れ、現実から目を背けた。だが拙者から見ればお主の願いなどとうに実現不可能な夢物語でござるよ。お前に何がわかる。俺はその目標まであと一歩のところまで来たんだ。お主が稲妻に戻ってきたのは一神殿が天下無双であることを証明するため。しかしその残酷なまでの旅においてお主は手段を問わず人の命さえ手にかけた。たとえお主が天候を切り裂こうと、それは鍛造者が望んだ結果なのであろうか。お前、お主が一神殿の王妃を受け継いでいようとも、旅の途中で使い手を道具として扱ってきた。真剣一体に背くやり方を選んだお主に一体どうして一神殿の力を引き出せるというのでござるか。黙れ。よく靴の回る小僧だ。俺は必ず目的を成し遂げる。これこそ奴の理想であり俺の存在意義だ。俺の苦境を見抜いたその鋭さは認めよう。だが俺の決意を見くびっていたな。現実を直視すべきでござるよ。簡単に言ってくれるわ。現実を見ることなんぞ俺にとって無意味。俺を邪魔するものは必要ない。ためらいも自制も現実も全て、はあ、
このまま争っていても拉致が開かない。楓原家の末裔、こいつを救いたければお前自身の体と交換だ。まだ分かってくれぬか。今のお主が将軍様に太刀打ちできるとは到底思えぬ。ふむ、一つ賭けをしよう。まず拙者がお主を使ってその力を試すでござるよ。おい、まさかそいつの言いなりになるつもりじゃないよな。いいだろう、戦うに値するものを探してくるがいい。俺がお前を分からせてやる。それを片付けたら天守閣へ向かう。だがもしお主が負けたら、おとなしく雄也殿を解放するでござる。いいだろう。そんなのダメだ、カズハ。これは雄也殿を救う唯一の方法でござる。こうしなければ彼はいつまでも刀の操り人形のまま。妖刀の力は今とても弱まっている。それにあやつには迷いがある。心にあるのは邪気のみではないのであろう。たたり神の力は心にある執念を強めることに長けている。それこそが長門殿と雄也殿が利用された原因。拙者はそのような執念を持ってはおらぬゆえ、しばらくは抗えるはずでござる。でもそうだとしても、もし本当に危険な状況に陥ってもお主らがそばにいる、罪のない被害者を救えるのなら、拙者はこのような危険も厭わぬでござるよ。俺はそこまで卑劣ではない。賭けに乗ったのは俺自身にも知りたいことがあるからだ。受け取るがいい。大丈夫でござるよ。少しめまいがするがすぐに慣れる。まだ想定の範疇でござる。うむ、承知したでござる。かたじけない。これからどうするんだ。カズハは何かいい考えでもあるのか。敵を探そう。この刀はさまざまな先進バンクを重ねてきたが、まともな戦いは経験していないはず。一心状態に入らなければ、一心のために特別に設計されたこの刀の進化を発揮することはできぬ。こやつが現実を認めぬのであれば、それを直視せざるを得なくなるまで戦うでござる。激しい戦いであればこやつもそう長くは持たぬだろう。そういえば冒険者協会で聞いたんだけど、前に高塚酒が使ってた秘密基地があるだろ。あそこ。うむ、よかろう。道案内を頼んでもよいでござるか。ゆうやはどうするんだよ。刀が言うには、ゆうや殿には拙者たちの後ろをついてきてもらうそうだ。意識は戻っておらぬが、当分は安否の心配もいらぬであろう。本当に大丈夫か。あそこまでの道って結構険しいけど、気をつけていこうぜ。
道中は拙者に任せるでござる。今回は大物が釣れたよ。マイヤ、はっ、いや、そこだ、はっ、ほれ、た、そこだ、はっ、はっ、ここまで、はっ、はっ、よっ、や、いや、それ、ダメだ、さあ、来た、はっ、た、風の歌、雲の行くごと。体の様子はどうだ？大丈夫か？問題ないでござるよ。拙者の思った通り、この刀は長いこと手入れがされておらず、使い勝手がかなり悪くなっている。こやつはまだ歯を食いしばり強がっているようだが、そう長くは続かぬだろう。ふむ。まだ何か気になるのか？不思議なことに、こやつに拙者を支配する気はなく、拙者の立ち回りに合わせようとしているようだ。引き続き進むでござるよ。命を捨てに来たか。風を知れ。これ、はっ、これ、や、くらえ、せい、はっ、よっ、はっ、た、はっ、ここまで。もみちは散らまく惜しみ、風の赴く、まだまだ、やはりよっ、ダメだ、ここまで。はあ、うわ、刀の様子が変だぞ。こやつの力が衰えていくのを感じるでござる。刀がますます扱いにくくなってきた。もう長くは持たぬであろう。このまま続ければいつ折れてもおかしくはない。そうなったら優也も。うむ、十分注意して使うでござる。それにこやつもまだ諦めたくないようであるからな。まだくじけぬか。行こう。そうだ！いや、これ、やった！それ、そこだ！この手だ！この手は食わん！風の赴くままに！た、せい！つ！風の歌、雲の行くごと！それ！すごく辛そうだったけど。うむ、こやつももう限界のようでござる。光がまた弱くなったぞ。もう最初に見た頃の気迫もなくなってるな。おそらくこれでこやつの本当の姿を見られるやもしれぬ。本当の姿？何言って、本当にさっきの刀と同じものなのか？こんなにも。お主の状態では将軍様に挑むどころか、このままだとその辺の武士やカイラギにも勝つことができなくなってしまうでござるよ。たとえ鍛え上げられた時は天候に匹敵するほどの力があったとしても、スネージナヤから稲妻までの長旅ですでにガタが来ていたのであろう。もう言うまでもないが、お主の願いはただの独りよがりなものであった。
賭けをするときに言ったお主の知りたいこと、それがようやく分かったでござるよ。お主は拙者と共に一心状態に入り、より強い力を発揮しようとした。ただ残念ながら拙者はお主とは全く違う。お主の執念と残忍さを理解できぬし、鍛造者との共鳴も拙者にはできなかった。お主を理解できる唯一のものも、お主が生まれた時に亡くなっている。え、それってどういう意味だ。いたぞ、やつらだ、やっちまえ。うわ、まだいたのか。そうだな、ここはオイラたちに任せろ。構わぬ、拙者は自分の刀を使おう。それに単なる敵の一団に過ぎぬ。いざ。釣れたようだ。これ。せい。や。これ。は。ふ。へ。た。これ。ここまで来るか。風の行く先を。ふ。は。は。た。よ。ふ。風よ。雲が。借りなくと。やっぱり使い慣れた武器の方が安心だな。さすがは楓原家の末裔。ほんの短い戦いの合間に刀を通して俺の心を見抜くとはな。旅の途中、俺のことを知る者はいなかったし、俺も自ら話すことはなかった。俺のことを知ったのはお前が初めてだ。俺はあの時こう思っていたんだ。もしお前と一心状態に入れたのならまだ機会があるかもしれないと。しかしそれも失敗に終わったでござるな。はあ、どんなにあがこうともお前とその使い慣れた刀のような相性を生み出すことはできなかった。長い歳月が経ったことで俺の刀身も刃こぼれしている。きちんとした手入れもされず、こうして光で真の姿を隠すことしかできなかった。さすがは無双の人たちを受け止めた名刀。俺では到底及ばなかったが。実はこの刀はリーウェイを旅していた時に適当に選んだものでござるよ。なんだと。鍛造や手入れも刀にとって重要であるが、それが全てではない。この刀は長いこと拙者に付き添ってきた。故にすでに互いの心が通じている。それにあの時はもう一つの力の加護を受けていた。武器と刀、信念と心、どれ一つ欠けてもならぬ。一心伝というのは積年よりこうであった。お主に伝えなければならぬことがある。鍛造者も知らなかったのやもしれぬが、お主に意志を持たせているのはたたり神の力なのでござる。それは古より伝わる邪悪なる残骸であり、お主の心を狂乱と亡霊で埋め尽くした根源でもある。戦いの最中、拙者の立ち回りに合わせようとしていたようだが、途中からたたり神の力が拙者の体を奪おうとしていた。俺も気づいてはいた。だが止めることができなかった。何せあれも俺の意志の一部だからな。拙者は雄也殿を救うためその力に惑わされぬよう抗った。だがその力に抗う意志がお主にあるかどうか、拙者にはついぞわからなかった。お主については誠に残念に思う。お主が歩んできたのは決して終点にはたどり着けぬ旅であった。旅立ちの時点でお主は自らの進化を発揮してくれる唯一のものを失っていた。だがお主はそのものの願いを断ることができなかった。このことこそ
あらゆる絶望の根源。お主はとっくにそれに気づいておったのであろう。俺の命、俺の体、俺の全てはヤツからもらったものだ。ヤツの願いを断るなんざできるはずもない。だから俺は言ったんだ。安心しろ、後のことは俺に任せるがいい。とな、あいつに嘘はつけん。どうやらすでに答えが出たようでござるな。皆までは言わぬ。カズハ、どこに行くんだ。あやつにはもう害をなす力も思いもない。じっくりと考える時間をくれてやろう。拙者が初めてあの刀の束に触れた瞬間、見知らぬ謎の空間に引っ張られたかのようであった。そこには静かに寝床に横たわる陶工がいた。月明かりに照らされたその弱々しい顔は、まるで今にも命の灯火が消えそうだったでござる。鍛え上げられたばかりの刀はそのものの傍らで言葉に耳を傾けていた。それって刀に宿ってた記憶ってことか。うむ、あの陶工はスネージナヤで事の真相を知った。一神殿が彼らの裏切りによって大きな打撃を受けたこと、彼は恨みを晴らすためではなく償いのために人生を費やしたのでござる。ファデュイに騙されたことを深く悔やみ、二度と故郷の土を踏むこともできなかった。故にこう考えたのでござる。最も満足のゆく作品を故郷に送ろうと、彼は意志を持ったあの刀に必ずや稲妻に帰るよう指示した。だがそれは神に被験するためなどではなく、ただ彼らがかつて光り輝き信頼に値するものであったのを証明したかったからなのでござる。そうだったのか。けどその陶工の考えがたたり神の力でねじ曲がってあんな風になったんだな。うむ、陶工は自身の生成した力が実はたたり神の力であることも、その憎しみが刀をこのような道に導くことも知る由もなかった。あの刀はすでに許されざる罪を負っているが、それは刀が持ち主を失ったからでござる。道を踏み外した時、その間違いを正してくれる者が誰もいなかった。全部遅すぎたってことか。そう、遅すぎたのでござるよ。時間はあやつの執着の足を止めることができなかった。あやつの願いは独りよがりで、旅立ちの時のまま止まっている。あやつも落ち着いた頃でござろう。見に行くとしよう。思い返してみると、俺が鍛造された日はまるで昨日のことのように思える。俺は意志を授けられた恩として、奴の願いのためなら全てを捨てられると言ったんだ。だが闇と血は俺を麻痺させ、やがて恩と恩の区別さえつかなくなっていた。俺は奴の願いを叶えるどころか、それを怪我してしまった。やっと真実に向き合えたでござるな。約束通り、今ある結果を受け入れ、雨の間夕夜を解放しよう。しかし俺はまだあいつの願いを諦めることができない。それが俺の存在意義だからな。だからお前に頼みたい。俺と奴の願いを叶えてはくれないか。おい、
調子に乗るなよ。なんでお前の願いまで一緒になってんだよ。俺、それから奴の願い、この順序でなくてはならないんだ。とりあえず話を聞いてくれ。たとえお前たちが断っても、約束通り天沼優也は解放する。俺の刀身と知識はお前にとってまだ価値があるはずだ。なんだか態度が柔らかくなったな。どうするんだカズハ、聞いてやるのか。言ってみるでござるよ。ああ、感謝する。俺が鍛造された時、奴はすでに病に侵されていた。それでも俺に威風凛々とした偉人をもたらしたいと奴は言ったんだ。だがあいつが病床から再び立ち上がることはなかった。だから今まで俺は自分の戦いというものを経験したことがない。俺の戦いには輝く意義などなく、ただ旅を続け過ちを犯し続けてきただけ。お前は素晴らしい刀の使い手だ。お前の手を借りて武士同士の勝負というものをこの身に感じたい。相手は天沼優也を解放した後、意識が戻ってから戦ってくれるよう説得してくれないだろうか。こいつもきっと俺に恨みを抱いている。戦う理由があるはずだ。承知した。まずは彼を起こして戦えるほどの体力とその意志があるかを確認するでござる。なるほど、彼は僕の体を使って人を傷つけたのか。もちろん彼のやったことは忌むべき行為だ。でも僕を解放するという約束を守ったのなら、彼にはまだ永熟の観念が残っているということ。もし戦うことでこの騒動が収まるのなら、喜んで引き受けよう。僕もただの被害者にはなりたくない。安心しろ、オイラたちがお前の無実を天領奉行に証明してやるぜ。ありがとう。君たちの助けがなかったら一体どうなっていたことか。うむ、では拙者についてくるでござる。ここだと浪人が襲ってくるやもしれぬ。長いせぬ方がよい。それに最後の決闘は厳粛な方がいいでござるからな。準備は良いか。うむ、承知した。一神殿後継者楓原和葉、天沼優後継者天沼優也、いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。はっ、風よ、そこだ。
せい。や、風の赴くままに。はっはっ。それ。風の行く先を。もみ違う。散らまく惜しみ。よっ。や、前へ。せい。はっ。さ。そこだ。うわ。や。風を知れ。ふっ、はっ、そこだ。これ、よっ、し、ふっ、ふっ、学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというのに、君が手にした途端また少し輝きを取り戻したようだ。害意はもう感じられないものの、その執念に変わりは全くない。実に素晴らしい戦いであった。こやつもまた全力を尽くせたでござろう。あとのことはお主が直接伝えるべきでござるよ。これまでの件についてお前に詫びをさせてくれ。僕に許しを請う必要はない。僕もまた被害者たちに代わって君を許す資格などないのだから。もう何もかも手遅れなんだ。ああ、許してくれとは言わない。だが、この一連の過ちを全て俺のせいにしてくれないか。一神殿を巻き添えにしないでほしい。俺は道を踏み外してしまったが、一神殿にはまだ楓原和葉のような優秀な伝承者がいる。どうか頼む。ああ、僕も楓原さんがうまいこと後処理をしてくれると信じてる。感謝する、天沼流の後継者。もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。どうやら天沼鍛冶屋に行きたいようでござる。共に来てはくれぬか。そこで何をするつもりなんだ。それは拙者にもわからぬ。しかしもう終わりは近いはずでござるよ。すみません、ご心配をおかけしました。この者たちのおかげで無事に帰ってこれました。一神殿の残した名刀が人の心を操る武器になっておったか。はあ、彼らが抱く刀鍛冶の理念からすれば、その領域に足を踏み入れる可能性も確かにあり得る。実に残念じゃ。じゃが、良い知らせもあるぞ。さっき珊瑚探偵所の龍二から、行方不明の長門が見つかったと聞いた。本当か？無事なのか？ああ、重傷を負ってはいたが、一命は取り留めた。雄也も帰ってきたし、この件も円満に終わったということじゃ。お主の考えていることは大方見当がついたでござる。どうしたんだ和葉、またその刀がお前に内緒話してんのか。うむ、こやつは少しの間拙者の体を操りたいらしい。おい、そんなのダメだぞ。なんでまたそんなことを。こやつが言うには、投稿の願いを叶える別の方法を思いついたようでござる。それに拙者の体で悪事を働きはしないと約束してくれた。拙者はこやつの要求に従おうと思う。そんな、うん、どうせオイラが何を言っても無駄なんだよな。かたじけない。後で理由を話すでござるよ。準備はできた。さあ
始めよう。お主の約束を果たすがよい。俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを凝集すれば、この身を打ち直す。全て、まさか俺という全ての意志を大勝利だ。お前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくとも、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。カゴツルベ一子、この名はお前に預けよう。安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味だったんだな。投降の願いを叶えた後、あいつの意志は永遠になくなる。カゴツルベ一心、初めてあやつの名を聞いたでござる。どうやらあやつも内心では自らの所業を認めてはいなかった。だからその名をずっと心の底に秘めていたのでござろう。意志が消え去る最後の瞬間にやっとあやつはそれを託すことを決意した。本当に投降の願いを叶えたかったんだな。強き願いはあやつを突き動かす原動力となる。だがその原動力に執着しすぎたあまりに、あやつは歩むべき道を見失ったのでござるよ。拙者としては罪人を罰するよりも、あやつが道を踏み外したことに気づき引き返してくれるのを願っていた。重々承知しているでござる。これは拙者の性格の弱点なのやもしれぬ。拙者は生来強き願いに感化されやすいようでござる。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、メガリレーを廃止しようとする人々を見た時も、そしてお主が揺るぎない意志で神に会おうとし肉親を探していることもしかり、これほどたくさんのことを目の当たりにし、知らず知らずのうちに惹かれていたようでござるな。カズハ、これからもお主らを支えていこうと思う。拙者のことが必要な時は必ずや助太に向かおう。そういえば九条釜寺にも知らせた方がいいんじゃないか。うむ、事の顛末を伝えなくてはな。それにちょうど拙者も彼に答えを出さなくてはならぬ。君たち、事件は解決したと聞いたよ。途中かなり危険な目にもあったようだけど、結果的に誰も犠牲にならなくて本当に良かった。天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を行っている。雨沼優也の調査結果も近々出る。
彼が罪を問われることはないだろう。おお、お前って結構情報が早いんだな。ひひ。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について返事をしたい。とりあえずこの刀を見てはくれぬか。これは籠鶴瓶一心、すでに失われた楓原家の鍛造術によって鍛え上げられた刀でござる。こたびの偶然の開口により、拙者はこやつを回収して打ち直した。そして一心伝を伝承し続けることをこやつと約束した。ゆえに今後も引き続き各地を放浪し、この刀を研究しようと思う。そうか、わかった。楓原家は刀鍛冶の家系であった。この先もそれに力を注ぐべきでござる。それだけではない。仮にお主の行為を受け入れれば、幕府と三五宮の間にある矛盾の渦に巻き込まれる可能性もある。拙者には向いていないでござるよ。いや、誤解だ。決してそのような考えは。分かっているでござる。しかし拙者はこれからも自分のやりたいことをしたい。そうか、分かった。今回の話はなかったことにしよう。でももし考えが変わったり、幕府の助けが必要となったりした時にはいつでも僕に相談してくれ。ああ、その恩情誠にかたじけない。これからどこを旅するんだ、カズハ。ふむ、とりあえずは姉君と一緒に後悔するでござるよ。次の目的地については風向きに任せるでござる。